こんばんは、ミッドナイトイーグル鳥のはじめと申します。こんばんは。前回の話の続きと言ったらいいんですかね。あれからね、どのくらい経っただろうな。まあ結構経ってるかな。時間的にはどのくらいだろう。多分18時間くらいですかね。昨日だったわ、あの話したのは。まあ、別の動画で出すっていうことで、この話をしようと思います。まあ、そのクジラがどうのこうの、空に浮かぶクジラがどうのこうのっていう話から、まあ変な話がもう一個あると。その変な話っていうのが、鳥さんはちゃんと目で見て、で、気味悪くて、それを大家さんに言った話なんですよ。で、その時に同時に、近隣の人、名前を知ってる方なんですけれども、その人も、なんだろうね、っていう話なんですよね。前回ゲームのソフトを取り行ったって、そのちょっと後日の話なんですよ。で、そこの、まあ、自分の階層、で、まあ、エレベーターで上がってくるんですよね。階段でも上がれるんですよ。まあ、その日は、なんだっけな、昼休みに一回戻って、今度また後で多分ツイッターの方見てる人はわかると思うんですけど、変な、幼魚を育てる、なんて言うんだろう、水槽に入れるね。幼魚を育てる卵が生まれたんですよね。鳥さん、今ちょっと見えないんですけど、あそこに水槽があって、そこの卵で、つって、を隔離するものを取り行ったんですよ。ね、センチャーに届くんでね、アマゾンね。住所あっちになってるんでね。それを取り行った時の話なんですけれども、全然別に怖い、うわ、何これっていう話、何これの話もかもしれませんよ。知れませんけれども、まあ、普通に取り行って、まあ自分家のところに紙が入ってるんですよね。そうすると、そこに、まあ、ポスト瓶とかそういうんだったら、バーって挟んでったり入れてあったりするんですけど、少し大きさがあるもんだと、大家さんが預かっててくれるんですよ。それで大家さんのとこ取り行ったんですよね。で、あ、すいません、つって。申し訳ねえ、つって、もらってきて。鳥ちゃんは、もう、魚飼ってるのって。まあ、これ書いてあるんですよ。魚用のなんちゃらかんちゃらってね。あ、そうっすね。あ、そうなんだ。なんて、その話を、だら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 してて、一回自分の部屋戻ったんですよ。何することないですよ。で、戻って、まあ、時間あるんで、だら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 、フローリングで転がってたんですよ。こうやって、ゴロ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 。で、まあね、20分もしないぐらいに家出て、それを見せますか。これを持って帰ってきたんですよ。新産卵、なんちゃらって。魚の卵って魚食べちゃうんですよね、自分の卵。これを持って帰ってきて、じゃ、これからつけるんですけれども。そう、これ持って帰ってきたときに、鳥が部屋から出て、まあ、お昼、時は昼休み何時頃だったか、13時ぐらい。だから1時ですね。午後の1時過ぎ。から1時40分ぐらいの話です。まあ、これを持って、出てきて、スタジオも、職場に戻んなくちゃなんで、で、まあ、普通に出てたんです。何にもない。普通に、エレベーターホール行ったら、上からなんか人が降りてきたんですよ。人です。本当に人です。それが、とりあえずいつもスーツとか、それは仕事してるからスーツは着てるんです。スーツ着る職場なんですけど、なんかね、50代、60代のジェントルマンみたいな、ラブラバみたいなね、ヒーローアカデミアの、これ今のはスルーしてください。ラブラバって知ってる人は、ヒーローアカデミア、ラブラバって出てくるとわかるんですけど、ジェントルマンみたいな おじさんと、ドレスだと思うんですよね。で、女の人が上から降りてきたんです。非常階段でね。よく考えてください。なんか、まあ、パーティーとか何かあったんだったらわかりませんよ。わかりませんけど。もう、タキシードピシーッと、胸元出してる、お姉様が、階段から降りてきたんですよ。で、うちの階層のエレベーターのところに出てきて、あ、こんにちはって言ったら、で、下打ちされたんですよ。え、何、何、
何と思って、そっち見ないでこっち見てたら、その人たち非常階段でまた下降りてったんですよ。で、ちょうどその時一緒に降りる人、なんか後から来た人なんですけど、って、俺まあこんな感じでエレベーターの方見たら、今の人を見たことありますって言われて、ね、鳥野さんって言われて、なんすかあれって言ったら、わかんないんだよって。夜中だよって。10時とか11時だから22時、23時頃、あの階段とこ上がったり降りたりしてるんだよ。なんすかあれ。わかんない。ね、ここ2、3週間の間、何回か見てるんよ。何やってるかわかりますって来てる。わからないって。怖いからって声かけないんよ。で、一回声かけたら、無視されたって。で、その無視された時って何時頃ですって。どうだろうって、コンビニから帰ってきた時だから19時頃だから夜の7時頃。で、こんばんはって言ったら、何もしないで、外見てた、この階層って、まあ、こっちがガラス張りの外側があるんですけど、その反対方向に、エレベーターホールの反対方向に、少し外が見える、夜景が見えるところあるんですよね。要は、鳥さん家の、ベランダ側の夜景が見えるところが少しあるんですけど、二人でそこずっと見てて、こんばんはって言ったら、ちょっとこっち見て、無視された。なんなんですって来た。いや、わからない。さっきっていうか、まあ、声かけたら、下打ちされたんですけどって、チッて。あまり変なね、声かけない方がいいよって。ここのね、マンション、いろいろ変なことあるからさって。その人が変なこと、いろいろ変なことがあるからさっていう単語を一瞬でインプットしたんですよ。その人は、トリさん家で起きてることを知らないんですよ。他に何かが起きてるの。ここは、センちゃん家は。そんな深入りで聞けませんよ。聞けませんけれども。何かがあるらしい。あ、そうなんですか。なんかお化けとか、それで出ませんよね。怖いっすもんね。なんて言ったら。いや、でも、お化けはここで、そんな出ないっしょ。みたいなことを言われて。で、顔なし、そんなっていうことは出るのかなみたいな。反応できないじゃん、もう。そのね、カメラ向けてる状態じゃないし。ああ、そうっすよね。なんてね、話して。一緒に1階まで降りて。道路の方まで行って。なんか、もし、怖い話とか集めてるんですって言って、その人に言ったんですよ。まあ、その人は T さん。T さんとしましょう。亀です。名字も名前も一切関係ない。T さんとしましょう。鳥だけに T さん。で、何ですって言ったら、YouTube やってるんですよ。って言って、そういうオカルトとか、あ、そうなんです。そういうの好きなんですよ。って、あ、そうなんですか。って。でも霊感があるとかなんか急に言い始めないでくださいよ。みたいな話したんですよ。って。霊感がある人がどうのこうのっていう論争がすぐ起きるんで、って。そういうのはなければって。話は全然お伺いしたいんですけども、ぜひともよろしくお願いしますって。あ、ここのマンションで起きたことでいいって言われて、あーって言って、ちょっと忙しくて、後で後日またある程度 YouTube チャンネルの方を登録しときますって。で、 Twitter の方もフォローしときますって。フォローされました。何か聞けるんですかね。ちょっとだけ期待が持てるかな。ちょっとそういう変な話を求めてるんだけれども、ちょっと違う話であれば使えないんですけれども。ちょっと期待できるあれではあるのかな?なんて、今思ってます。で、おじさん、お兄様とお姉様がちょっと上から降りてきたのは全然わかんないんですよ。しかもなんでそんなタキシードをビシってね、そんなに頻繁に何かそういう祝い事があるのかなって。そういう、まあもう祝い事じゃなくてもね、ディナーとかね。行くときは着る人は着るからね。そんなことは言ってても、非常階段ではうちの上って何階あるかなって。あまり変なこと言いませんけど、何階まであるとか。降りてこない
普通に非常階段であんな転ぶような女性の方はドレスで降りてこないって、とりあえず実際見ましたんで。なんだったら若干引きずってたんでね、ドレスみたいなものを。ね、お召されてる、その、普通だったらあれですよね。降りるんであればエスカレーターじゃない、エレベーターで降りますよね。まあ、なんか変わってるとこなんだなっていう話。で、その人を見た後、なぜかまた非常階段で降りていくっていう変なものを見たって、こんな話です。また変わったことがあったらすぐにご報告いたしますので。ね、センちゃんち監視勢って言われてる人もいるんでね。話がないとこの話、話題ってできないんですよ。できないんでね、ちょっと、何か変なことが起きたら、まで待っていただけると、ここの場所を立つまで、引っ越すまでは、よろしくお願いいたします。花粉症が最近すごいですね。はい。ね。ヘイス!失礼しました。この辺で今日は、おやすみなさい。ありがとうございました。寝るぞ、センちゃん。